はい、2018年11月11日、ローソンで発売。一食分の野菜が取れるブランパスタサラダを紹介。今回南向けにやっとるけど、光どうだろう。あとあれだ。今日ちょっとまだ暖かい方だで、暖房つけてないので、その音が入るかどうかも調べたいしね。こんな感じで。あれ、賞味期限今日までだで。え？今日の午後11時、もう過ぎとるが食べなあかんが。まあ、それより、原材料名を見ていくと、裏面ラベルって書いてあるの。ひっくり返るのか、これ。こんな風にしていいの？これ以上あれか。まずはこんなにやらんでもいいか、別に全部ツルでいいか。全部ツルでこんなもんにしときますか。オーツブラン入り味付けパスタ、あ、味がついとんだ。キャベツ、ドレッシング、大根、照り焼きチキン、ブロッコリー、サラダ、レタス、人参、醤油だれ、何これ、かぼちゃ、缶詰、水菜、お、水菜入っとる。調味料。まあ、ブランパスタがどれだけあるかっていうだけだろうね。糖質の焦点は。で、カロリー300。まあ、これあれだ、ドレッシングとかでしょ。タンパク質15もあるんだ。さすがブラン使っとるだけだろうね。脂質13。まあ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 。糖質32は結構あるけど、これ、内容量測らなきゃもんね。食物繊維。じゃあ内容量を測ってみましょう。照明の光がちょっとあれだな。0g。容器が多分これ 20g ぐらいでしょう。いや、350だって糖質30なら別にいいんじゃない。まあ野菜の量はあると思うけど。まあとりあえずじゃあ開けてみましょう。ブランのパスタがどんだけあるかってところだね。でもさっき裏切り繰り返して結構入っとるよね、これ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 、半分ぐらいはあるね。で、多分あれでしょう、密度的に野菜より麺の方が重いでしょ、多分。昔はこの容器までちゃんと測っとったんだけど、まあそこまではしません。かけるとこんな感じ。ドレッシングにマヨネーズ入って、これは？ん？もう一体になっとるんか？ん？マヨネーズ取って、ドレッシング取って、一旦ぐるーっと見ていくか。どう？あ、かぼちゃあるの。玉ねぎ。これ鶏肉でしょ。ここら辺ちょっとあれだな。ブレるな。で、ブロッコリー。なんかこれ野菜だけでもすごい量多いね。人参。肝心の麺も見たいよね。かける前にちょっとほじってみるか。あ、ここに大根があるんだ。これ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 。大根があって、ちょっと戻して、ここら辺が麺か。
大根でかさ増ししそう、誰だね。多分ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったな。それじゃあ先にマヨネーズかけるか。これでもあれだね、地味にカロリー 50% で地味に気使っとるね、こういうとこも。家庭だ、2やるめ。開けたらぐちゃぐちゃになっちゃったな。それで、次はドレッシング。もう賞味期限あれなんだな。昨日さ、おからのビスケットレビューして食べたんだけどさ、それがめっちゃ腹持ちよくて今日全然腹減ってないんだわ。でももうタスクはこなしたもんやもんでさ、どん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 動画やっていきたいもんで、なんとか無理に今食べようとしとるっていうの。寄ってってみましょうか。このレトロな淡い色合いのがなんか好きなんだけどな、個人的に。それじゃあまあ食べてみましょうね。これ取っとく。こうやってこぼすとかもね。あ、値段が380円ぐらいだったね、確か。まあ、食べてみましょう。こんなもんか。あ、後ろあれだな、完全俺の仕事スペースだ。いただきます。どんなんでしょう。おいしい。シャケシャケで新鮮。水菜好きなんでいいな。これ麺までたどり着くの結構あるんじゃない。すごいね、これ。もう一度やるか。うん。水菜いい。これ結構レベル高いんじゃない？サラダは多分半分以上あるわ。だってこれ野菜の中で糖質あるのってかぼちゃと人参ぐらいだから、ほとんどあれだね。グラーメンとなんだ、ドレッシングの糖質だもんね、多分。上見ながら食べるのって難しいんだ。めっちゃいっちゃうんだよ。うん。一日の野菜取れるって意味分かるわ、これすごいやる。これでも美味しくて食べれるわ、これなら。これ意外に。うん。なかなかこういう新製品の機械になると野菜なんて変わんもんね。うん。これでやっと麺にたどり着いたぐらいか。半分は言い過ぎだな。4割ぐらいかな。うまく大根でなんかかさ増しして、ああ麺を見せたいよな。箸がこっちの方があるか。どうだ。なんかいいアングルで取れんか。これ難しいね。もっと近く行ってもボケるようなやつがやっぱ GH5 欲しいの。ちょっと麺食べてみます。
らんなんて分からん。硬めの麺で、俺硬めの麺好きだもんで、そういう人には多分向いとんじゃないかな。分からんに言われな、書いてないと。ちょっと美味しそうだ、肉取っといたんだけど。地味にあんのこれ。30g ない？ない？うん。照り焼きで美味しい。これはいいんじゃないですか？真面目に。だってさ、ちょっと口ふかして。糖質 30g 超えて一見なんか高く聞こえるかもしれんけど、内容量があるもんね。だから 100g 換算10ぐらいだから、唐揚げやハンバーグより低いし、カップラーメンなんか、低糖質カップラーメンなんかより低いし、マンガンご飯よりも低いもんね。いくら野菜があると 100g 中で、それで麺あるんだよ。これ多分よ、あ、そうか、茹でたら誰か70g ぐらいじゃないかな。いつも俺 150g のポポロスパハーフを3回に分けて食べるんだわ。一袋を150を3回だから 50g ぐらい。だからそれぐらいの麺の量がなるとで、茹でて多分そんなもんぐらいじゃないかな。だから乾燥で50だから茹でとるで、どんなもん80ぐらいザクッと、そんなもんぐらいの感覚だよこれ。これ本当に悪いな、分からん。ダイエットするためになんかああいうパスタの入ったサラダとか食べるにはこれの方がよっぽどいい。俺は全然これ普通の麺、普通の麺を最近食べてないでかんか。普通の麺もたまに食べんのかな、食感がわからんで。いや、これいいよ、ほんと。食物繊維もあるし、タンパク質もあるし、これ地味にいいんだよね、なんか。タツタビだって糖質欲しいだもんね。うん。いや、意外だった。美味しい。賞味期限が短いのが弱点だよね。毎回買いに行かなかもね。飲んどっか。いや、ごちそうさまでした。これ本当美味しかったわ。想像よりレベル高い。内容量あるし。美味しいで食べたから結構ちょっとパーンってしてきてるもんね、なんか。いや、これ本当いいわ。値段がちょっと、あれか。弁当を買うこと考えよ。400円以下だから、まあ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 。いいんじゃないですか、これ。下手にブランパンとか買うんだったら、お腹も膨れるし、内容量あるもんで。ね、意外に内容量測りゃ 100g 換算糖質10ぐらいだで。で、新鮮な野菜でね、水菜とか大根とかシャキシャキして美味しいし。人参、かぼちゃに甘みあって、照り焼きの鶏肉もあるし。いや、これ、隠れた穴場商品だと思うよ。多分期間限定だと思うので、お試しあれ。以上、2018年12月11日ローソン発売、名前忘れたな、ブラン入り野菜が取れるパスタだったと思うでした。終わり。